1976年の有徳駅と周囲約500メートル範囲。左下が伊達門別方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成有徳駅は、北海道薄群大滝村麻有徳にあった日本、国有鉄道胆振線の駅である。電報略号は有と、 イブリ線の廃線に伴い1986年11月1日に廃駅となった。廃止時点で短式ホーム1面1線を有する地上駅であった。ホームは線路の南東側に存在した。かつては相対式ホーム2面2線を有する列車交換可能な交換駅であった。使われなくなった駅舎と反対側の1線は交換設備運用廃止後も、 伊達門別法の点鉄機と一部の線路が撤去された状態で側線として残っていた。ただし1983年時点ではホームは撤去されていた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は校内の南東側に位置し、ホームから少し離れていた。当駅の所在する地名より広い空き地となっている。 1993年に新大滝駅跡から伊達門別方へ約 0.7km の地点から当駅の先までの線路跡が約 5.5km にわたりサイクリングロードの平成ふるさとの道として整備され2010年時点でも同様であった。ありがとうございます。